バングハハレーは古代東北地方の人物、大墓湖を当テリタメと同時期にエゾの族長の一人であったと見られている。延暦21年4月15日、バングコウハハレーは大墓湖を当テリタメと共に種類504人を率いてゾウイ沢城し坂の上の田村マロの下に降伏した。バングコウハハレーの名前が資料に初めて見え、 江ぞの族長であったと思われるが、岩具公師がどこを本拠地としていたかなどは不明である。延暦21年7月10日、田村麻呂に伴われて、当てりためとともに、平安京に向かう。田村麻呂来たるとのみあることから、平安京へと入居したとは考えられていない。延暦21年8月13日、田村麻呂は、この度は願いに任せて返し入るせしめ。 その俗類を招かんと申したが、苦行は、就論して、野生重心にして、反復定まりなし。たまたま長位によりてこの竹を得たり、もし神聖により、奥地に奉還すれば、いわゆるトラを養いて、わいを残すなりと申し、苦行の意見が取り入れられたため捉えられ、母霊は、河地国杉山にて、当てりためと共に切られた。ありがとうございます。